今回はね、前回からの続きの動画ですので、前回のおさらいをしていこうと思います。まあ、昔ね、やってたあのアニメのドラゴンボール Z のように、前回の振り返りだけで半分近く時間を使って、いや、振り返り終わったらもう CM かよみたいなね、そんな展開は、まあ、時間がもったいないですので、3行でいきたいと思います。私、猫アレルギー。猫たち、私の周りに重点的にアレルゲンを撒き散らす。猫たち、お風呂の刑に処される。はい、以上です。で、前回はね、先住猫であるワビちゃん、それから、私から最も猫アレルゲンが強いというね、不名誉な評価を勝手に下されてしまったサビちゃん、このね、2匹にお風呂に入ってもらいました。ということで、今回は新入り猫のユキミちゃんですね。雪のように白く美しい子猫とはいえ、猫アレルギーの私から見ればアレルゲンの塊であることに変わりはありません。嫌だとは思いますが、人間と猫の共存のためお風呂に入ってもらおうと思います。いやー、ほんと猫アレルギーの人間が拾っちゃってごめんね、ゆきみちゃん。ところで、前回のね、動画を見てもお分かりの通りというかね、まあ周知の事実であるかもしれませんが、猫は水に濡れることを非常に嫌います。これ私ね、すごい不思議なんですが、猫ってこれこそね、まあ周知の事実だと思いますが、魚が好きですよね。なのになぜ水が嫌いなのでしょうか。不思議に思いませんか。だって野生の猫が魚をゲットしようと思ったら、水に入って泳いで魚を捕らえる必要があると思うんですよね。まあね、尻尾だけこうね、川にポチョンと入れて魚を釣るというね、描写をどこかで見たような気もしますが、あれはね、おそらく絵本の中の世界だけのお話でしょうし、そんなことを言ったらワビちゃんに対するヘイトスピーチになってしまいます。まあそれは置いといて、猫は泳げもしないし、そもそも水嫌いな猫がどうやって魚を捕らえていたのか、私の中の猫七不思議の一つですと考えていた時期が私にもありました。この疑問、以前のね、動画で同じことを申し上げたところ、コメントで猫は泳げますよというね、回答をいただきました。これ、本当のようです。私もね、半信半疑で動画を探してみたところ、猫が泳ぐ動画が確かにありました。種類によっては水に入って泳ぐのが好きな猫もいるようですね。それからこれもコメントでいただいたのですが、魚が好きな理由は、日本が島国で、人間がですね、魚中心の生活であったため、その魚のね、アラなんかをもらって、生活してきたことが大きく関係しているとのことでした。ということは、もともとの野生の猫は魚を食べていなかったのかもしれませんね。ちなみにイタリアの猫はパスタを食べるとのコメントもいただきました。これは本当ですかね。真面目にコメントをいただいているのか、からかわれているのか、私には判断がつかなかったので、もしこの動画をご覧の方の中でイタリア人の方、もしくはイタリアに行ってパスタを食べる猫を見たことがある方、またはね、イタリアの猫そのものである方、いらっしゃいましたら、真実をコメントいただけると幸甚でございます。ちなみに残念ながら、私イタリア語と猫語は理解できません。ちなみにゆきみちゃんなのですが、私がお風呂に入っているとなぜか覗きに来てくれます。
この日もやってきてくれました。毎回毎回ね、都合よく撮影用のスマホを持っているわけではなく、残念ながらこの日は安い方のね、スマホしか持ち込んでなかったので、画質が少し悪いですが、ご了承ください。せっかくなので、ゆきみちゃんとね、水で遊ぼうと思いますが、それこそね、都合よく猫と遊ぶ道具など準備しているわけもなく、手の届くある範囲にあるものといえば、このダイソーで買った、これですね、水鉄砲なんですが、手に装着することでウルバリンの爪のように水がね、射出されるおもちゃなんですね。まあ、当然ね、直接狙うことはしませんが、これでしばし遊んでみましょう。ということで、前置きが長くなりましたが、ゆきみちゃん、私の入浴中に覗きに来ることが多いので、まあ、せっかくならと、今回は私もゆきみちゃんと一緒にお風呂に入ろうと思います。しかし、冷静に考えてみたら、ゆきみちゃんはまだ生後7、8ヶ月でして、人間に換算すると、おおよそ15歳ぐらいのようです。15歳といえば、まだ初々しい入学したての女子高生ぐらいの年齢ですかね。そんな青春待ったなしの女子高生と、私のような大の大人が同じお風呂に入るとは、なんて素晴らしい、あ、いやいや、なんて危ない状況でしょうか。幸いなことにね、私は変態紳士、あ、いやいや、紳士ですし、カメラマンのママもいるので、問題が起きないことは保証しますが、一歩間違えれば BPO 案件になってもおかしくない内容でございます。はい、ではね、くだらないこと言ってないで、ゆきみちゃんを洗っていきましょう。
ということで、無事ゆきみちゃんもお風呂に入り、アレルゲンを取り除くことに、多分成功しました。症状が出るのが怖いので、思いっきり顔を近づけてモフモフすることで確認するのは、やめておこうと思いますが、しばらくね、症状が出なければ大丈夫ということでしょう。ということで、猫アレルギーの猫飼いさんも中にはいらっしゃるかと思いますが、軽度であれば、こまめな掃除やお風呂などで対策できると思いますので、ぜひ試してみてください。間違ってもね、本能に従ってお昼寝中の猫に顔をうずめるようなことはやめてください。くしゃみと鼻水が止まらなくなります。それではね、本日は以上となります。週末はライブ配信なんかもやってますので、チャンネル登録の上、ぜひ生の猫たちの姿を見に来てください。またママブログもやってます。私が仕事でいない時の猫たちの姿をご紹介していますので、ぜひご覧ください。ではまた3、4日後にお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。